雪よ。雪よったら、学校遅刻するわよ。もう少しいいじゃない。あ、どうしたの？またやっちゃったのね。あれ？変だな。あいつまたねしょんべんしてら。あ、見ちゃった見ちゃった。ねしょんべん見ちゃった。みんなに言ってやら。イエーイ。わあ。わあ。ゆきおくん。ゆきおくん。へえ、けどの変わった模様だな。どうしたの？何してるの？サッカーのチーム作る相談さ。僕はキャプテンで。ねえ、僕も仲間に入れて。ダメだよ、おねしょするやつは。おねしょだってよ。おねしょなんかするやつチーム入れたら、チームで恥だよ。あれでサッカーができるのかよ。そうだろうな。ねしょんべんこぞうじゃな。ねしょんべんこぞうなんかやだよ。試合中にしょんべんしたら困るよね。困るよな。そんなに仲間に入りたいのか？うん。じゃあ僕の言うことなら何でもやるかい？うん。さあ電話しろよ。君がタックをここへ呼び出せたら仲間に入れてやるぜ。でも嫌ならいいんだぜ。仲間に入れないだけだから。さあどうする？はい、隊長どうぞ。いやー、すまんな。おお、すまないね。三河隊員、いい奥さんになりますよ。まあ、やだ人。おお、いや、すまん。やだな。照明は9歳でやんなくなったのに。はい。なんだ、お前9つになるまでやってたのか。ちょっと待ってみな。はい、こちらタック本部。何？小獣ドリームギャスが現れた。場所は？うん。それで君の名前は？朝倉幸男君。よし、わかった。おかしいわ。レーダーには全然鳥獣の反応がないわ。何、反応がない？いたずら電話かな。わからんだ。北斗、あ、現場に急行して調べてくれ。はい。本部、鳥獣の出現した気配は全くありません。みんな何してんの？別に。あ、タックだ。本当に来たぜ。かっこいい。わあ。ダン、朝倉幸男って子知らないか？知ってるさ、あの子だよ。バカ者、君のいたずら電話でタックがどんなに迷惑するかわからないのか。僕と一緒に来い。もっとしつけをビシビシするよ、お母さんに。あ、やっちゃった。ゆきおくんは自分からいたずら電話するような子じゃないよ。きっと無理やりにかけさせられたんだ。だらしない奴だな。そうでもないぜ。おねしょをするんでバカにされてるけど、本当はいい奴なんだ。おねしょ？うん。鳥獣の夢を見ると必ずやるんだって。俺も9歳まで寝小便に悩まされたもんだった。君は今いくつだ？8つか？じゃあ9つか？そうか。俺もまだその年には寝小便小僧だったな。北斗さんも？ああ、寝小便垂れて友達にいじめられていつも泣いてたよ。本当？幸男君、お寝小は一種の病気なんだ。
決して恥ずかしいことじゃないよ。それより嘘をついたり友達の悪口を言ったりすることの方がずっと恥ずかしいことなんだ。うん、自信を持つんだよ幸男君。おねしょなんかに負けるもんかってどこまでも頑張り抜くんだ。うん、そうすれば僕だって北斗隊みたいな立派な強い男になれるね。なれると思う。僕も嘘つかないよ。よし、それじゃあ僕は君の夢の中に出てくるおねしょ長寿をやっつけてやるか。辛いことがあったらこのワッペを見て頑張るんだぞ。はい。あら、まだ乾かないわ。おかしいわね。この薬ね、おねしょに効くそうよ。飲んでみる？うん、効くといいね。うん、はい。おやすみ。はい。僕はおねしょしない。しない、しない。よーし。今夜は絶対だ。ドリームギラスが一本杉のある湖に出てくるともう僕逃げられないんだ。一本杉のある湖？うん、知ってるよ、その湖なら。え？一本杉と吊り橋があるだろ。そうだよ、どうしてわかったの？去年遠足で行ったからさ。ドリームギラスが現れた。本当だな。今度は本当なんだな。本当です。ドリームギラスがジェット機を2機撃ち落としたんです。よし、三河隊員隊長に連絡だ。はい。他の者は全員出動。はい、はい、待ってください山中隊員、レーダーには鳥獣の現れた形跡がないわ。本当か？どういうことだ？レーダーの故障じゃないことは確かよ。分かった、またあいつのいたずらだ。しょうもない野郎だ。今度隊員、幸男君はそんな子じゃありません。二度といたずらはしないって僕に誓ったんです。だから本当に長寿は出たんだ。お前、子供の言うことだったら何でも信用するのか？あの子だけは別です。山中隊員、僕を出動させてください。まあ待て、隊長に連絡してから決めよう。それでは手遅れです。しかし北斗、待て。鳥獣が。
鳥獣はどうした？なぜ出てこないんだ？こちらタック本部。はい、隊長、県警本部長からお電話です。はい、龍です。ああ、やっぱり空中衝突事故ですか。いや、どうも申し訳ありません。こちらの方には鳥獣が現れたと報告が入ったもんですから、今後の攻撃には十分注意します。タックの面目丸つぶれだな。北斗隊員、ドリームギラスがあの湖の中に隠れているんだよ。どうして攻撃を中止したの？あ、何をするの？自分の胸に聞いてみろ。どういうこと？とぼけるな。君は友達の信頼を裏切った。そんな奴はもう友達じゃない。兄ちゃん疑り深いんだな。教訓すごくしょげてたぜ。僕に会っても口を聞かないんだ。ねえ、許してやってよ。あいつ兄ちゃんを騙すようなやつじゃないよ。少し首すぎるんじゃない？兄ちゃんは。ダン、今厳しくしないと幸男君は一生嘘つきの人間になっちまう。今が一番大事な時なんだ。甘やかしたら逆にあの子をダメなやつにしてしまうよ。それにしても厳しすぎると思うんだ。そうかな。まあいいや、僕は兄ちゃんの代わりに慰めてやるから。ワン、弟よ、よく聞け。お前は過ちを犯した。信じるべきものを信じず、少年の心を深く傷つけたのだ。お前は償わねばならぬ。それ以外に少年の心を救う道はない。分かったか、弟よ。はい、兄さん。ユキオくん、まだ帰ってないわよ。本当？ええ、どこで道草食ってんのかしらね。うん、あいつ学校休んでたしサボったな。ユキオちゃんはいないよ。あ、兄ちゃん。見つかったか、ユキオくん。どこにもいないんだ。乗れよ。どこ行くの？ユキオ君、探したんだぜ君を。兄ちゃんが君に話があるんだってさ。ユキオ君、どうしたんだユキオ君。しっかりしろよ。ユキオ君、口が聞けなくなっちゃった。兄ちゃんが悪いんだ。兄ちゃんの責任だぞ。
弟よ、お前は償わねばならぬ。それ以外に少年の心を救う道はない。分かったか弟よ。幸男君、僕はただ君にたくましい少年になってほしかったんだ。僕は君が見たというドリームギラスの存在を信じる。見ててくれ幸男君、君の目の前で鳥獣ドリームギラスを必ずやっつけてやる。それが僕の償いだ。タック本部、こちら北斗。あ、隊長ですか。 Z 地点の湖に鳥獣ドリームギラスが隠れています。すぐ出動してください。よし、わかった。全員出動。どうしてもやるの？ああ。タックが来るまで待ったら？いや。その前に僕は鳥獣を湖からおびき出す。ダン、お前は幸男君を連れて安全な場所まで下がれ。うん。
何者にも負けないウルトラマンエースだったが、水中では苦しい戦いを続けた。それは彼が水中での戦いは最も苦手とするからだった。それを見たゾフィーは愛する弟の危機を救うべく、湖の水を蒸発させてしまうウルトラの秘密兵器、ウルトラマジックレイを天空から投下した。湖の水は徐々に蒸発し、やがて湖底を白日にさらした。このゾフィーからの贈り物のおかげで、ウルトラマンエースは地の利を得て元気100倍、思う存分戦うことができた。誰でも過ちを犯すものだ。それゆえに過ちを改めることこそ大切なのだ。北斗は相手が少年でも信じ合うことがいかに大切であるかを身をもって体験したのである。工事現場に、飛行場に突然鳥獣が出現。そして我が物顔に町中を突っ走る雷族を追う。鳥獣は騒音が好きなのか。北斗が危機に巻き込まれる。さあ来週もみんなで見よう。